ていうと愛人が見たら黒澤明の武士のイメージなのかなと思って、日本画で富士山とか松とか描けば日本画なんだろうけど、だけど俺はそういうのにはあまり心惹かれてなくて、やっぱり権威主義っていうのかな、その権威の構造みたいなものには全く心惹かれないし、違うところに住んでるような気がしてて、俺にとって美術っていうのは